はい、こんにちは、山城と申します。今日ね、何の話をしようかというとですね、まぁ、ちょっとニュースが流れてきたわけですよ。マスク絡み、いわゆるアベノマスクですね。これはアベノマスクじゃないですね。四日市の方はまだ配られてきてないんですよね、アベノマスク。で、まぁ、これ普通のマスクですけど、まぁ、一人暮らしなんでね、もう取っちゃいますけどね。このね、マスクでね、なんかね、面白いニュースから書いたんですね。中日スポーツね、さんのね、記事でね、こんなのが入ってました。コトッと音がしたので、なんで、蓮舫氏の議員事務所になぜかアベノマスクが届くってことでね、議員事務所ですね。参議院の議員会館の事務所に、蓮舫さんのところにですね、届いたと。で、あとは小池晃さんね、日本共産党の小池晃さんのところにも届きましたよってことで、なんでと、いうことで、ね、ツイッターなんかで、投稿し合っててね、ですよね、どうしてですか、なんで、アベノマスクは我々の事務所に届くんだってことなんですけど、まあ、元郵便局員の立場からね、これをね、じゃあちょっと解説しましょうってことですね。ね、蓮舫さんにお答えしますということですね。でこれね、なんでこういうことが起こるのかというと、今回のやつですね、うちのチャンネルでも、何度かね、取り上げてきましたけど、今回、この郵便物がですね、どのようにして配られたかというと、タウンプラスっていうサービスを使ってるんですよね。タウンプラス、久しぶりにちょっと、ホワイトボード使いますけど、タウンプラスっていうのを使ってますよと。これが普通郵便と大きく違う特徴っていうのは、この絵の件に関する動画で、詳しくは語ってますけど、今回簡単に言っときますと、宛名がなくても送れる。これが一番大きいです。まあ他にもいろんなちょっとサービスの都合があって、多分、いわゆるタウンメールでもいいんですけど、タウンプラスを使ったっていうのには、まあそこら辺とかあるんですけど、まあ簡単に言うとこれです。宛名を要は全国に配布するよってなった時に、じゃあ全員分の住所のデータを、ね、政府が集めないといけなくなる。まあもしくはね、各都道府県に任せるにしてもですよ。ね、各都道府県のね、それに市町村に、莫大なね、時間と労力がかかるじゃないですか。で、さらにそれをですね、宛名をですね、何番地、ね、何番の、何々マンションの何々何号、ね、誰々さんとかってね、全部ね、まとめないといけない。しかもですね、実は、これ市町村によってはですね、住民票のところにですね、マンション名が入らないっていうケースもあるんですよね。実はあるんですよ。そういう自治体もありますもんで、システム上の都合でね、まあね、お役所の、ね、システムの都合でそういうことがありますもんで、ということでね、これね、結構いろんな不備があったんです。それするのすっごい時間かかるじゃないですか。ということで、まあ、迅速に行うためにっていうのもあって、おそらくこのタウンプラスを使うことになるだろうと、ね、うちのチャンネルでも予想しておりましたし、実際に、当たりましたね、ということです。で、このタウンプラスを使ったら、どうしてじゃあ、蓮舫さんのところに届くのが原因になるのかって言ったら、これは原因になるんですね。タウンプラスっていうのは、じゃあ、どういう定義になってるか、1世帯に2個配布ってなってます。1つの封筒の中に、3密のって書いてある、紙が入っとって、で、マスクが、ピロン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 、2枚入っとるのが、これが、この中に、封筒に入って、タウンプラス、こんなでかく書いてないですけど、タウンプラスってなって、届いとると、いうことなんですよね。ということは、1世帯につき1通配ってるっていうサービスになるんです、今回の場合。で、1通か2通かっていうのは、ね、そんなに大きな問題じゃないんですけどね、今回は、実は。じゃあ、どうして1世帯1通っていうことができるかって言ったら、これは、郵便局が、ね、配達原簿っていうのを使ってるんですよ。郵便局で取り扱いをする荷物というのは基本的に全てこの配達原簿っていう、うちらよく原簿って呼んでましたけどね、配達原簿というものを使って、配ります。でこの配達原簿っていうのがどういう風な感じになっとるかっていうと、A4 の半分ぐらい、A5 サイズぐらいのね、大きさのね、原簿っていうのがありまして、ここに配達順番順に、こっちからね、こっちにね、もう私も見てないけど、ね、番号がなんかまず書いてあります。頭のところに、ここが、何局の、何々町、〇〇町の、〇〇番地からスタートみたいな感じで、例えばね、812区とかって言ってね、配達区が書いてあって、の、
何ページ目みたいなね、感じで書いてあったり、一句につき一句じゃないんですけどね、区分、大区分するね、大区分ってまたこれを、大区分っていうね、大区分っていうのを行う、区分棚っていうのがあるんですけど、区分棚。これちょっとあまり今回は詳しくやりませんけどね、ここにまあ、その配達区によって1番から100番とかね、わーっと、連番でガーッとついてるのがあるんですよ。こっち向きですね、こっちから。待てよ、こうやろ、こう、持ってやろ、こう、ポンポンポンから、こうやな、こっちが1番、こっちが1番で、こっちが、まあ、100番とかね、なるように、こういうふうにずーっと縦にね、1、2、3、4と、5、5段まであったかな。うん、まあ、ちょっと、いや、細かいことはいいや。で、この大区分の、その区分棚に、ここに番号とか書いてある、その番号、何番の、何ページ目、1ページ目、みたいな感じで、ね、書いてあって、うん。で、大事なのは、ここにどういうことが書いてあるかというと、まず最初に世帯主が、の名前があって、で、これは、まあ、〇〇町って書いてあって、〇〇番地とか書いてあって、番地が書いてあって、で、ですね、あと部屋番とか、部屋番号がある場合は、その下に〇〇号室とかね、いうふうに なるんですけど、で、大事なここね、世帯主が書いてあって、で、その下に、ここに、世帯主があって、そこに、いわゆる同居者、同居人の名前がずらーっと書いてあります。まあ、これが家族が多ければ多いほどずらーっと書いてあるんですけど、うん。大事なのは、これがですね、世帯主とかって、これがずーっと書いてあるんですけど、会社の場合は基本的にここに会社名が来ます。会社名が来て、で、あとは主要な人ね、例えば社長さんとかよく個人名で来るような人の場合は、ここに、不在の名前とか、あと子会社とかが一緒の事務所になっているような会社さんね、がある場合には、ここに子会社の名前とかが入ってきたりします。うん。あとは、まあ、よくあるパターンは、世帯主の名前が書いてあって、で、下に、個人事務所ね。個人でスタジオをさ、家に持ってるような方とか、ね、あとは、ヤマハの音楽レッスン教室とかっていうのは、大体、個人宅の家、ね、ちょっとね、大きな家を持ってる方がね、家にグランドピアノ台がね、置いてあって、そこでまあピアノレッスンをやりますよ、なんていうね、ことをやっておられるね、奥様とかもおられるじゃないですか。奥様がやってますとか。いう場合には、ここに、その会社名が書いてあったりする場合もあります。同居者にとる。ここは結構な数が書けるようになってるんですよ。多いところだとね、まあ、うちの世帯で、一つの部屋のあたりで何十人とかってああいう扱いになるようなところもありますからね、最近は結構多いんですけど、うん、実は。うん。まあそういう場合は、こういう下にわーっとにかくわーっと書かれるんです。ですので、一住所二枚配布ができるというのはこれがあるからなんです。で、問題はこれが、この議員会館の場合どうなっとったかっていう話なんですよね。で、議員会館さんの場合は、まあ私は見たことないです。議員会館の配達がどうなってるのかってわかりませんけど、おそらくこの配達原簿のところに、議員会館の場合、ちなみに、マンション名とかはここに入ります。あ、そうそう、言い忘れとった。マンション名もここに入ります。今回はこれが重要です。マンション名は下に入りますっていう形なんですよ。ですので、議員会館の場合はどうなってるかって言ったら、おそらく会社名は書かれないと思うんですよね。で、ここの配達原簿のところに、いわゆる世帯主の代わりに議員さんの名前が入るんじゃないかな。世帯主のところに、多分これに議員さんの名前が入ると。で、おそらく下に同居人みたいな扱いで秘書の名前とかが入るんじゃないかな、秘書とかね。うん。ただ、これは、お役所ね。お役所にはここに住んでますっていう登録、住民票の登録はするわけないんですけど、ただ、会社としては、日本郵便としては、郵便物届くじゃないですか、おそらく。ね、おそらく蓮舫さんの事務所も、ここの議員事務所に郵便物が届くってことはあったと思うんですよ。ポストもありますしね。じゃあ、そうすると、配達原本にはこういうふうに名前が載ります。すると大事なのは、これだけでは、実際ここには多分、で、下に議員会館とかって入りますよ。で、
まあ、1号棟とかね、あ、そうそうそう、あの、棟、あの、マンションとかで1号棟、2号棟とかある場合は、棟数はここに入るんですよね。これ厄介なんですけどね。うん。あの、場合によっては、あの、1号棟配ったと2号棟配って、そこから1号棟に戻った方のが、配達がしやすいというね、あの、ような特殊な例もありますんで、そういう場合はこれが、あの、間に入ります。絶対配達の順番順になりますから、これ。うん。ですので、あの、必ず部屋番号順でもないんですよ。ぐちゃぐちゃです。うん。あの、ポストの入れる順番なんで、こう持ってきて、こう入れるでしょ。これが、あのね、部屋番号とずれる場合にはね、横に部屋番号が並んどって、でも縦入れなんですよ、郵便物は。の場合はもうぐっちゃぐっちゃです。配達現場自体は。とかっていうケースはあります。で、大事な、議員さんの名前が、これが個人の、家なのかどうなのかが、いやいや、配ってる人分かるはずですよ。あの、議員会館ですから。なんですけど、カウントとしては、これが、1世帯として、分類されちゃうんですよ。うん。いちいちそんな全部見てられませんからね、あれ、これ1世帯になるのかな、ならんのかなって。で、おそらく、頭が、株式会社何々になってるやつは、弾けるんですわ。うん。そこまではできると思います。うん。ですんで、一般の会社に、まあ、届いてたら多分これも弾いてないです。どこまでの、あの、採用でやってるのか、私も今回の契約のやつ見てませんから分かりませんけど、一応タウンプラスっていうのは本来は、例えば、会社名のやつは外してくださいとかっていうような指定はできるサービスなんですけど、今回規模がでかすぎて、そこまでの資産を、が出せてないかもしれません。それは分かりませんけど、一応できるサービスではあります。一般の人がね、あの、四日市市で、マンション住まいの方に、あの、配りたいな、っていう場合は、四日市市の全てのマンション住まいの人にこれ配ってください。新しいマンションの新戸建てを建てる場合の、タウンプラスを配る場合なんか、そういうような指定とかできるんですよ。うん。で、我々も、マンションの家、これアパートは分類されるんですかっていうとかね、そのあたりはまた確認しながらってなるんですけど、ですので、議員会館っていうのは、現場上はあたかも個人宅なんですよ。で、大事なのは、配達する現場の人間はこれ議員会館やから、まあ他のところにも住んどるやろなっていうのは、それはわかりますよ。わかるんですけど、大事なのはこれを管理して、それで報告書を上げてるのは、この現場の人間じゃないってことなんですよ。ね、お上が上げてるわけですから、で、総務省に上げて、ね、まあ総務省を通じてやってるでしょ、今回のね、規模でしたら。で、するので、これは、あくまでも、現場上は個人宅と同じような扱いになるんです。ですので、多分、配達分が用意されたと。で、用意されたものは、まあ、配らないといけない。ですので、多分、現場の配達には、ここ、蓮舫さんの事務所ってわかりますからね。もう、毎日配ってるわけですが。あ、まあ、もしくは、でも、議員会館ってまとめてメールセンターみたいなところがあって、そこに入ろうぞって、あ、しないのか。ポストがあってそこがコトンと言ったってことはそういうことですね。議員会館っていうのは毎回毎回多分、あの、各部屋ごとに配りに行くんですね。あの、郵便局員が。うん。っていうことなんで、多分これも、今回も全部、郵便局員が配ったということなんですね。で、おそらくね、今回のね、マスク、普通、タウンプラスとかの場合は、集合受け箱がある場合は、集合受け箱に配るのが原則なんですけど、もしかしたらその、ね、マスク取られたとかで、そういうような日の対策のために、いわゆる玄関ドアに、入れに行くことができるところは、もう全部それに入れに行っとるのかもしれませんね。もしかしたらそういったのがあるのかもしれません。っていうのもちょっとこのコメントから見えてきますけど。まあ、ということなんで、まあ、正直言って郵便局としては、ね、もうそうやって配りますって言って、データでね、そうやって送ってね、なってるものはね、できようがない。で、ここは議員会館やから、じゃあ、避けましょうってことを、ね、膨大なデータの中から、精通者ならいいですよ。精通者っていうのはこうやって毎日配ってる人のことを精通者って言うんですけど、その区域の精通者って言うんですけど、精通者ならわかるんで、精通者にいちいちデータでね、あ、ここは議員会館やからいらないなとかっていうね、そういうようなね、ここは事実上会社やから、いらないでしょ。あ、でもここは会社ってなってるけど、あ、これのケースもあります。事実上会社っていうふうにドンと書いてあるんですけど、さっきみたいにね、個人のスタジオとかの場合は基本的に世帯主がドンと書いてあってなんですけど、そうなってなくて、会社の事務所感がドーンとでかくてね、ってなってると、実は、世帯主の名前がこっちにちょろっと書いてあってね、会社みたいな扱いになってて、実は届いてないっていうようなケースが出てるんじゃないかなって気はしてますけど、まあ、もしかしたら会社でも全部配っちゃってるかもしれませんけどね、予算つけちゃっとって。うん。
わかりません。そこらはわかりませんけど、少なくとも議員会館の場合はおそらくこういうふうになってるんで、届いちゃったと、いうことだと思います。で、これはまあね、もう対策のしようはないと思いますけどね、いちいち精通者にね、何して、区で言ったら一つの、一つの郵便局に対して配達区ってのはどれぐらいあるかって言ったら、にしろ、でかい、ちっちゃいところやったらね、多分、20とか30ぐらいの配達区なのかもしれませんけど、私のおったところやと、40の資産120区ぐらいあったかな、120か130区ぐらいあったわけですよ。ね、なんかね、130、一つの局で、それで、これが、四日市で二つ市があるわけでしょ、二つ局があるでしょ、集配局。ね、全国に、何万局あるんでしたっけ、集配郵便局っていうのが。ね、のデータをね、それぞれが何百っていうデータって、なんて何万人のね、労力がかかるんやった話なんで、これもこれですごく大変なことになっちゃうんで、うん。まあ、多少はね、仕方ないところがありますんでね。まあ、届いたんでね、ぜひね、受け取ってもらったらいいんじゃないかな。どうしてもね、あ、ね、あ